はい、皆さんこんにちは。倉敷中央病院の薬剤師の赤木慎介と申します。さて、皆様お薬を何で飲まれていますか？そうです、そこにお茶があったから。これ実はダメなんですね。お茶にはカテキンとかタンニンとか含まれてますし、カフェインも含まれてます。例えば鉄剤、貧血の鉄剤、あと睡眠薬とかっていうのはこういう成分と飲み合わせが悪いっていうふうに言われています。できれば水で服用していただくのが無難です。で、あとこのお薬は水大丈夫、このお薬はお茶大丈夫、お茶ダメっていうのをいちいちなかなか覚えるのは難しいですので、特段の理由がなければですね、やっぱり水で服用っていうふうに考えていただけたらと思います。その他、で、一応ですね、お茶の成分を調べてみました。タンニンとカフェイン、ナンバーワンはですね、玉露、お高い玉露なんですね。ダントツです。すごいです。で、あと私も好きなんですが、コーヒーをちょっと見ていただきたいと思うんですけども、カフェインの含量は玉露を超えてます。タンニンの含量は、ただですね、カフェインはですね、そうでもないんですね。と言いながら玉露に比べてそうでもないっていうだけで、他のものに比べるとかなり含量が高いんですね。で、ざっとこう見ていくと、含量の低そうなものは確かになっていう感じで、玄米茶、タンニンとカフェインともに低いんですね。とは言いながら、やっぱり少量含まれてます。ですので、可能なら避けていただくというのが良いと思います。その他、牛乳、それからジュース、これもですね、やっぱり飲み合わせとしては良くないケースがあります。水が良いんですね。特にグレープフルーツジュースはですね、ある特定の薬、イフェジピンっていう成分を例に出しますけど、血中濃度が上昇するんですね。薬が効きすぎるということになります。ですので水が良いんですね。で、あとこのグレープフルーツジュース、怖いのが、一緒に飲んだらダメじゃなくて、3日前に飲んだグレープフルーツもなんと薬の効果を高めるっていうふうに言われていますので、残念ながらって言ったらちょっと恐縮なんですけども、このニフェジピン、一般名で言うと、今日視聴されている方で飲まれている方がいらっしゃるかもしれません。アダラートっていうような商品名なんですけども、これはですね、この系統のお薬を飲まれている方はグレープフルーツジュース、恐れ入りますけど、なるべく避ける方向でお願いしたいと思います。それから皆様、もう一つ気になっている飲み合わせ、これですね、飲酒、私も大好きなんです。実はですね、ちょっと図にもお示ししているんですけども、心を落ち着けたりとか、気持ちを鎮めたりするお薬の効果を2倍近く高めるというふうに言われています。鎮静効果っていうんですけども、鎮静効果を大幅に増強します。で、増強されると何になるかっていうと、例えば記憶を失ったりとか、記憶喪失になったりとか、意識消失をしてバンと転んで頭を打って大怪我をするというふうなことも考えられます。で、あと心を穏やかにするとか、落ち着ける薬とかっていうのは、睡眠薬もそうなんですけども、飲酒する時間帯と薬を服用する時間帯とか結構オーバーラップしたりしますので、この飲酒と薬っていうのも飲み合わせ的には相性が悪いっていうことをぜひご認識いただけたらと思います。ポイントの3番目ですね、飲み合わせ、改めてちょっと見つめていただきたいと思います。最近ですと、花粉症のお薬ですと、サプリメントとの相性の悪さは基本的にはないと考えていただいても良いと思いますが、ジャニーズの相葉くんとか桜井くんとか CM してるやつは、基本的にはサプリとの組み合わせは問題ないと思うんですけれども、昔ながらのよく効く、何て言うんでしょう、抗ヒスタミン薬ですかね。ああいう薬はですね、もしかすると、今日ちょっとお話ししたようなグレープフルーツ系のサプリとか、あとはですね、こう気分をこうすがすがしくするような、ちょっと専門的な言葉になるんですが、西洋オトギリソウとかっていうのが入っている成分と飲みますと、効果が強くなったり弱くなったりします。で、怖い効果としては眠気なんですね。抗アレルギー薬って眠気が出ますので、例えばサプリメントの併用によって効果が強く出てしまうと、眠気が起きてしまう、車の運転でドーンと事故してしまうということがありますので、そこは注意なんですが、基本的には花粉症の薬は飲み合わせは大丈夫と思います。